はい、こんにちは。えー、てっちゃんはジャーナリスト。いつもご視聴ありがとうございます。えー、先日亡くなったね、元横綱、あけ太郎。あけさんがね、なんで相撲協会に残らなかったかということが、今ね、また取り沙汰されてきてますね。で一つはね、あのー、年寄り株の取得が難しかったんじゃないかっていう問題が一つあるんですけど、あの、横綱の場合は、引退してもね、5年間は相撲協会に残れるんですよ。で確か 2,3年残ってたはずなんですよね。あと2年ぐらい残して、秋物を辞めていったんです。でね、普通はね、まあ、年上株がその時なくてもね、5年間残って、そして、まあ、誰かから株を借りてね、で、それでいて、で、自分の親方が定年退職する時に引き継ぐみたいなね、まあそういういろんな方法、いろんなことあったんですよ。だけど、結局ね、最初はまあ、ちょっとはやるつもりでね、 2年か3年いましたけど結局それでねあの,、K、の谷川っていうのがねきまあ引き抜いた時の一つとしてね相撲協会の親方にして親方で残ってもね月100万かそこらでしょだけど K1 でファイトマネーとか契約金とか思ったら金に、まあ、ある意味目がくらんだんじゃないかっていうふうに言われてるのとあとはあけぼとしてはねまだねあのー。 何て言うかな格闘技をまだやりたかったとかねお金だけじゃなくてまだやりたかった自分の力を試したかったっていうのがあったのかもしれませんねだからそのまま残っとけばまあいろんなねあのもっと長生きしたかもしれないし、まあ、今更足らればになりますけどね、あのー、今度辞めた北西方もそうですけど。 北西方とかねあと今カド番迎えてる霧島とかねこの辺ね必ず総合格闘技と格闘技からおはきますよねだから格闘技転向する時に結局ねあのー、親方にのだから横綱まで行ってねよっぽど不祥事せずにだからあの二羽黒とかあの輪島とかいましたけどね不祥事なく あのもし残れるんだったらまあ地道だねあの大した収入ないかもしれないけど一発当てようかという気持ちはあったんかもしれないですけどね結局それがあだになったとだから元力士に対するもうそれ特にあの相撲あの体の大きな人話題性のある人がやっぱり他のね格闘技からオファーが来た時に えー、契約金とかね、あのー、タイトルとかね、お金で目がくらまないようなこと。ちょっとね、僕ね、北西方がね、<laughs> 格闘技、絶対にオファー行ってると思いますよ。うん。だから、あけの二の前に、まあ、あけの横綱まで言ったけど、北西方は、ね、他にやること無理でしょ、実際のところ。だから、オファーの可能性はありますよね。だから、K1 のオファーがなければね、残念。